世界中の皆さん、元気ですか？りょうさんです。似顔絵の描き方動画、久々でございます。これからね、どんどん、世界中に発信していきたいと思いますんでね、YouTube 世界の人、見れますよね。なので、一緒にこの似顔絵、描き方を、一緒に描きながら、もうね、たくさんの人ね、喜んでもらえるようになっていきましょう。はい。僕もこれからもね、まだまだ修行の身なんで、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。はい。ということで、今日は今も何かと話題のね、何かと話題の大谷翔平さんを書いてきたと思いますんで、皆さんね、時間作ってぜひね、トライしてみましょう。まずね、これ映ってるかな、ここかな、オッケー。まずね、一番、大事なの、モーストインポータントね、これが、表情なんですよね。似顔絵はもう一番大事なのがその人らしい表情、これがものすごい大事なんで、もう時間かけてもいいので、こう、大谷翔平さんらしいなっていう写真をね、もうじっくり選んでください。りょうさんはね、この写真が一番、大谷翔平さんらしく、写ってるかなと思ったんでね、この写真を今回ピックアップしてます。はい。なので今回この写真から一緒にね、描いていきましょう。で、その人らしい表情の写真が決まれば、次ですね、シェイプ。輪郭ですね。これを一緒にね、描いていきたいと思います。まず、薄めでね、目をこうして、薄めで見るんですよ。そうすると、帽子と、こう、輪郭ね、顎なんですけど、さらにその下、首が太いんですよ。で、首が長い。ね、この辺まで、U の字の、シャツ着てるんで、そこまでね、見えませんか？こう、長方形のようなイメージ。りょうさんはね、長方形のような感じに見えるんで、ちょっと斜め傾いてるんですよね。で、帽子のトップから、取りてきて、で、首元。ここかな？こんな感じ見ました。はい。まあ、厳密に言ったらちょっとこう砂時計みたいなね、感じになるんですけど、まあ、ざっくりでいいんで、下書きは。うん。こんな感じ。で、この辺から、こう肩口ね、肩が見えてると思います。こんな感じ。何やねんこれってね、感じ見えるかもわかんないですけども、まあ、ほんと、下書きはざっくりでいいんですよ。で、目の高さをね、まずは引くんでしたね。目の高さ、横の線。これも比べるんですよ。ここは帽子のトップです。で、まあ、まず、そっか、顎を取った方がいいですね。顎が、ちょうど、まあ、これも比べながらですね。全体をこう比べながら。まあ、後で全然修正もできるんですけど、ざっくり見ましょうね。顎この辺かな。うん。で、だから帽子のつばのとこは、この辺に来るかなってね。だいたいこんな感じで。なんとなく大谷翔平さんらしく見えてきませんか？このバランスもね、比べながらね、書いていきましょう。ここがね、バスッとこう、取れるようになってくるには結構ね、りょうさんも時間かかったんですけど、皆さんもね、書けば書くほど、このバランスがね、取りやすくなってくるんで、まあ、焦らずね、ゆっくり書いていきましょうね。で、今度目元。目の高さは、一回ここに線を引いたね、この帽子のつばと、この顎を比べながらね、描きます。真ん中よりももっともっと上ですよね。上です。この辺かな。うん。ざっくりですよ、ざっくりね。下書きなんで。で、今度中心線。頭のトップ。帽子のちょうどこのトップから、鼻を通って、口の真ん中通って、顎を真ん中取る。ちょっと斜め向いてるんで、少しこう、アーチにね、なりますね。アーチ。OK ですか？はい。で、まずは鼻から、パーツは鼻です。で、パーツを描くときに大事なのが、パーツの大きさ、形、位置関係。パーツの大きさ、形、位置関係。これがね、大事です。まず、鼻を描くのも、目線よりもちょっと下ら辺かな。この辺に、で、大きさもね、この余白を比べながら、このほっぺたの余白を比べながら、大きすぎず、小さすぎず、やったらこれぐらいかなっていうのをね、描きましょう。比べながらじゃないとね、描けないんでね、比べながら描きますよ。で、今度はね、口行きましょうかね。口描くときも、この鼻を描いたんで、今度鼻のまあ下側と顎。ここの間に口がどの辺にあるかなってね、下かな、いや、違うな。ちょっと上の方にね、ありますね。で、大きさ、形、位置関係ね。今位置関係こんな感じで。大きさもね、こう、りょうさんみたいにね、口が横にグッとこう笑ったときに広がるんじゃなくて、大谷翔平さん割とね、こう、縦に。でここはちょっとこう、ハートっぽく、見えるんですよね。ハート。うん。こういう風にね、図形で捉えるとね、非常にこう、
書きやすいんで、皆さんこう図形でね、捉えていきましょう。ちょっとハートっぽい感じ。こんな感じかな。まあ、ざっくりですかね。ざっくり。うん。いいですね。で、顎。顎ね、この写真だと少し分かりづらいかもわかんないんですけど、こう、何枚かね、写真見るとね、例えば、斜め顔とか横顔で大谷翔平さんがこう笑ってる顔ね、写真とか見るとね、ちょっと顎がピュッと前に出るんですよ。だから、書くときね、若干ちょっと前にね、ピュッとこう、シャクラスって言ったらおかしいですけど、ちょっと誇張ですね。こんな風に書けば、よりね、その人らしさが出てくるかなと思います。これちょっとりょうさんのね、ワンポイントですね。はい。はい。で、今度ね、目ですね、目。目線引いてますよね。この上にね、書きましょう。で、目はね、これりょうさんの、書き方講座。これで、アップしてます。目って難しいんですよね。で、これね、目の書き方講座第2回、動画第2回、これ見てください。目、eyes のね、how to draw のやつ載せてますんで、ぜひ皆さん、そこね、見てみてください。目、目の感覚、ね、鼻とも比べながら、あと目と目のね、間、これがどれくらい空いてるのかな、1個分入るかな、とかね、入らないんで、1個分入るから、なんか、ちょうどまあ、絶妙なんでね、また難しいところなんですけど、こう書いていきます。鼻があって、目。で、垂れ目か釣り目。これもね、若干やっぱ垂れ目なのかな。うん。ちょっと垂れ目なんですかね。こんな感じかなっていうのね。しっかりこう書きましょう。で、ちょっとシワが入ってますよね。シワが入ってる。うん。まあ、ざっくりです。まだまだざっくりで。はい。下書きなんでね。で、涙袋。ここもね、薄く書きましょう。これ目よりもね、薄い線で書いてくださいよ。パーツがやっぱちゃんと線を引いたら、これあくまで影なんでね。影。ここは薄くね。で、涙袋を書くと、笑ってる感じが出るんですよ。これも、目の構造のところでね、お伝えしますんでね、よかったらご覧くださいね。で、目ができたら、今度は、眉毛。眉毛も書き方をお伝えします。眉毛。目のところでね、お伝えします。第2回ですね。で、目尻と、目頭と眉頭が、どの辺からこう、スタートしてるか。これも比べるんですよね。今は目頭ここでしょ。で、眉頭がちょっと外側から出てるんですよね。で、目と眉が結構距離が近いんですよ。で、割と眉太めですよね。濃くて太めで。で、眉尻は目尻よりもちょっと外側まで来てるんですよ。これもね、比べながら描くんですよ。比べながらね。で、ちょっとね、ハの字になったんです。こういう感じですね。こういう感じでこう、ハの字になるんですね。こういう、こんなピュッて上がるじゃなくて、ちょっとこう、ハの字、ね。ちょっと下がる。これも、大谷翔平さんの笑顔のポイントですね。はい。で、向かって右側も描いていきましょう。こっちは割と目頭と眉頭一緒ぐらい、うん、のところから始まってて、やっぱりこっちも下がってるんですよね。で、綺麗に整えてますね。めっちゃかっこいいなと思います。りょうさん眉毛ボーボーなんでね。今日ちょっとカットこの後行くんでね。整えてもらおうと思ってます。どうですか？結構もうこれだけで大谷翔平さんっぽくなってきませんか？はい。で、ここもね、少し影があるんで、パーツよりも細い薄い線で、ちょっとこう影をこう描くだけでも、大谷さんらしさが出るんですよね。ここもポイントですね。鼻、口。うん。いい感じですね。いい感じですね。はい。で、今度、ね、整えていきましょう。帽子のつば。この辺かな。おでこも狭いですよね。狭いというか、まあ、帽子のつばがね、帽子をぐーっと深くかぶってるんで、ここの間隔は割と狭いかなと。で、横。ここもね、輪郭描いていくんですけど、どの辺で角度が変わってるかなっていうところもしっかり見ましょう。口角の横ら辺、ちょっと上ら辺から角度が変わって下に降りてきてますね。こんな感じかな。で、逆側は、ここ結構スペース空いてますよね。もみあげがあって、もみあげもどの辺まで生えてるかなってよく見るんですよ。だいたい鼻の横ら辺までね、来てますね。で、ここら辺から、こんな感じで出てます。お、結構もう、ぽくないですか？ぽいですよね。いい感じですね。これ、ね、書いてね、似てるとね、ワクワクしてくるんですよ。これがまたね、似顔絵の楽しいところなんですよ。誰かにプレゼントして喜んでもらえるし、自分の中でもね、わ、似てていい感じで描けてるなっていうのをね、ワクワクできるのもね、これ楽しい。もう、だから絵っていいんですよね。ね、自分の中でこう楽しい。そう思えるから。
誰がどう思うと関係ないですよね。やっぱ自分自身がこう、幸せやとね、それがもう一番ですから。はい。で耳ですね。耳も、この上側がどの辺かな、前の高さら辺かなとかね、よーくこう、比べながら書いていくんですね。比べながら。でね、こう見てる方の中にはね、こうもっと誇張したいとかね、デザイン風にデフォルメしたいっていう方ね、多分いらっしゃると思うんですけど、まずはやっぱね、似せること。うん。パシッと似せること。これ僕も似顔絵学んでる時に、こう先輩がね、もう誇張が素晴らしい先輩がいはったんですけど、もうその方にこう、僕誇張したいんですってね、まだもう似顔絵やり始めの時に言ったら、白石さん、まずはめっちゃ似せることやでっていうことをね、もう誇張関係なく、やっぱしっかり似せることやでってことを言われたんで、まず皆さんもね、似せることからやりながら、でね、合間ね、こう、誇張してみてもいいんですよね。真面目にやっててもね、面白くないんで、こういうのしながらも、ちょっとね、自分でチャレンジ、誇張にチャレンジしてみるみたいなこともね、すごいこう大事なんでね、チャレンジしては戻ってまた、こう、じっくりこう見せるっていうね、ところもやりながらですね。で帽子。これ、りょうさん最初ね、ここに書いたんですけど、ちょっと上すぎたんで、この辺もね、まあ、下書きなんで、全然、修正しながらでいいですよ。はい。どん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 。で、こんな感じかなと思って、書いてます。もう結構、いい感じですよね。うん。いい感じ、いい感じ。はい。で、首です。首もどの辺から入ってるかな。まあ、最初四角で捉えてるんですけど、ちょっと整えるぐらいでね、いいと思います。こんな感じかな。やっぱ太いんで、太く描きましょうね。こんな感じです。こんな感じ。ちょっと首長すぎましたね。整えましょう。こんな感じかなと。ね。で、肩口があって。ああ、めっちゃいい感じですね。大谷さんらしい。で、ちょっと、詳細書くと、口ね、こう、笑ってますね。これね、人によってね、口のね、歯の見え方とか、口の形ってほんと違うんですよ。なので、これもね、りょうさんの、書き方動画の口第4回、ここで、お伝えしてますんで、よくわからない方ね、また見てほしいんですけど、大谷翔平さんの口はね、歯の見え方がね、また独特なんですね。これりょうさんやったらね、笑った時にこう、下の歯見えないんですよ。りょうさん。はははいてね。笑ってるとき、下の歯見えないでしょ。前歯がね、よう見えるんですけど、大谷翔平さんどうですか？下の歯も見えてるんですよね。上の歯の方が長く、ここ、長いですね。で、ちょっとここ空洞になっててね、真っ暗ですわ。洞窟みたいに真っ暗になってて、下の歯がちょっと見えてる。これが大谷さんの笑顔のポイントですね。で、口角もちょっと暗くなってね、ここ。これでもう大谷さんですよ。見てください。こんな感じですね。はい。もうより大谷さんらしくなりました。もうこの絵をね、大谷さん見てほしいな。なんとかね、こう、会いたいなっていうのね、ありますけど。まあ、ミーハーな考えではあかんですね。で、口もね、唇の見え方。笑った時にね、りょうさんね、りょうさんこっちの方がよう見えるんですよね。比べるとね、幅です。大谷さんはね、上唇もしっかり幅見えてますよね。唇の幅があります。下もね、あります。これも人によってやっぱ違うんで、ここ重要ですからね。で、顎がね、こう、しゃくれてる。しゃくれてたら失礼ですけど、ちょっと前に出てる。かっこいい証拠ですわ。ね、なので、ここね、ちょっと線を入れましょう。線を入れると、それだけでここでこう、影ができるんだな。こっから前に出るんだな、っていうのが、この線一つでね、表現できるんで、皆さんもぜひ、書いてください。そういうポイント一つ一つあるんでね、ぜひね、こういう動画でいろいろ皆さん一緒に書きながらね、学んでいきましょう。で、こう D。これね、D。これが一番むずいかも、こういう文字。ね、ちょっと大きすぎた。まあまあ、ここもね、ざっくりでいいです。うん、D。ね。で、ここも服。服の書き方もちゃんと僕伝えてるんですよ、りょうさんね。それはね、服の書き方第10回、動画第10回でね、服の書き方伝えてますんで、よく見てくださいね。それ見ると、あ、服ってそんな風に書いていくんだなーっていうのがね、ありますんで。どうですか？こんな感じで大谷翔平さんらしさ出てませんか？ちょっとほうれい線もね、書きましょう。これ全部書いちゃうとめっちゃ老けちゃうんですよね。絵って不思議で、書くと絵の方がやっぱね、老けて見えちゃうんで、皆さんそんな経験ないですかね？なんか、あ、めっちゃ老けちゃったなみたいな。子供書いてんのに、ほうれい線書くだけでもおじいちゃんになっちゃったなとかね。だから、あえてここはね、これだけでいいと思います。こんな感じ。これで、大谷翔平さんの下書きが完成しました。皆さんどうですか？結構いい感じでね、できましたよね。もうざっくりです。これがまずできれば、その後もね、なぞっていけばね、
絵はね、完成しますんで、一旦こちらでね、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひゆっくりね、皆さん、この動画見ながら描いてみてください。はい、以上になります。皆さんお疲れ様です。ごきげんよう。